通信機の反応なし。よし、今日こそはいよいよ僕とベル君のエピソード0、僕の愛に飢えた天界時代の話から。誰も待ちかねてないわよ。ケケヘファイストス、みんな出払っちゃって、ヘスティアが好き勝手暴走してないか見に来たのよ。邪魔しないでくれ。天界時代のピュアピュアな話からベル君との出会いまでの壮大かつスウィートなラブロマンスか。天界時代のあなたなんてクーネル遊ぶの自堕落ニート生活してただけでしょ。ぐはっ、口癖は明日から本気出す、働きたくないでござる。はい、反論は？グッハハハ。うん、サブタイってこれね。次回、ダンジョン歴38年の俺に聞きたいことあるやついる？第16話、思考と書いてベルフクロッツォ、高みの始まりと書いてベルフクロッツォ。土と鉄、そして炎さえあれば武器はどこでも撃てる。あら、頑張ってるみたいね、私のベルフ。僕は差し置いてのろけてるんじゃないよ、このリア充女神。